どうも皆さんごきげんよう、脳筋ハンクと申します。よろしくお願いいたします。はい、という感じで今回の動画なんですけども、試練の扉でね、かなり、猛威を振るう心と武器が存在します。はい、光竜の爪がね、最適性だと言われてるわけなんですけども、ゴッドスマッシュが打てるクリスタルクローがめちゃめちゃ強いですよ。まだクリスタルクロー持ってない方がいるかもしれないんで、ちょっとご紹介しておきますが、はい、レベル30になると、ゴッドスマッシュ消費 MP が15で、敵一体に威力 300% のイオ属性耐気ダメージを与えると。おそらく現在単体火力最強の武器になってるんじゃないでしょうかね。で、これを武闘家につけて、で、最男の心 S、ちょっと持ってないんで、画像を貼り付けておきます。こちらです。はい、S の最男にはですね、気合ダメを覚えることができます。気合ダメをして、で、バイシオン2回かけて、で、相手の守備力を下げて、で、ゴッドスマッシュを打ち込むと。そういう感じでやると、こんな感じのダメージが入ります。はい、窓ハンドがいっぱい出てくるところあるじゃないですか。あそこでスコアをガンガン稼いでいこうというやつですね。ここでね、何回もね、窓ハンドが仲間を呼んできますんで、呼ぶたびにゴッドスマッシュをどんどん打ち込んでいく。そうすると、必然的にポイントが跳ね上がるという感じですね。ここで、ずっとね、ポイントを稼いでおくと、まあその先のまあボーナスポイントをまあ一つ二つぐらい逃したところで、かなりの、ポイントが、付与されてますんで、特に問題はないのかなという感じですね。とりあえず1位を取ったら特に問題はないので、中にはね、なんか40万とかね、スコア叩き出してる方も、まあ中にはいてますけどね、ぶっちゃけそんなに出す必要もないですからね。はい。クリスタルクローと、最男 S、そして、バイシオン、で、相手の守備力を下げてゴッドスマッシュみたいな感じの組み合わせがね、今回の、試練の扉の上位を狙う攻略の鍵になるんじゃないのかなと思います。はい、今回の攻略法、特に違法でも何でもないんで、高得点出してない方はね、全然やってもらって大丈夫だと思います。これね、木曜日の15時で一旦終了になりますんで、それまでにね、ちょっとでも、高得点を出してもらったらいいんじゃないのかなと思います。まあ現在ね、まあ俺もそんなにやってないんで、まあ37万、まあ6672というのがね、ハイスコアになってるんですけどもね。まあ、あれやると、まあ40万はね、軽く突破できると思いますんで、時間がね、ちょっとかかりますけども、一発でかいスコアを出しておいたら、まあ、とりあえずいい報酬はもらえると思いますんで、まだね、ちゃんとした報酬っていうのがね、記載されてないんでね、何もらえるかっていうのが非常に楽しみですね。はい、という感じで今回短いですけども、ここで終了いたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。